1960年6月15日、あの安保闘争に青春のエネルギーをかけて戦った日本の光栄ある若者たちは、その輝かしい運動の中にあって激しく対立し、仲間を傷つけ、自らも傷ついていく。それなのに君たちは何だ？一緒に腕を組んで戦っていた仲間が一人姿を消したんだ。それなのに戦列を離れて家庭の幸福の中に埋没しようとしている。違う、違うわ。みんな聞いて。で、仲間の一人はスパイを逃がした疑いで自殺に追いやられた。まあ死んだ高尾君のことはともかくとして、今夜はともかく野沢君と玲子さんの結婚を祝おうじゃないか。待って先生、私結婚しても何らかの形によって運動を続けていこうと思ってては、でも今となったらどうしていいか分かんない。玲子さん、それからみんなも聞いてくれ。俺はね、今まで一度だって反動の側に組みしたことはないよ。私だってそうよ。俺もそうだ。僕もそうだ。それならなぜ俺たちは結婚できないんだい。